本田正勝は、江戸時代前期の大名。ハリマ国姫路神殿藩の、第三代藩主。ハリマ姫路藩の、第三代藩主。大和国軍三藩の初代藩主。忠勝家本田家、宗家四代。本田忠友の次男。鬼内記、大内記などの異名を持つ、豪遊の師であったという。慶長二十年、上佐大滝藩をもだった父の忠友が、 大阪夏の陣で戦死した時はまだ2歳だったため、いとこの正友が家督を継ぐこととなった。ところが本家を継ぐはずだった、正友の兄の忠時が創生したため、正友がその後を継ぐこととなり、正勝が所流の家督を継ぐことになったのである。この時、正友の所領5万国のうち4万国を収法し、残り1万国は、正友の弟、忠義に分与された。 その後の寛永十四年、今度は、その正友が病に倒れた。正友の息子に正永と正信がいたが、本田氏は、幼少の高等主としてはならないという忠勝以来の、起き手があった。そのため、重帝に当たる正勝に、本家の家督を譲り、兄の正永が成長したら、家督を譲るようにという遺言を残して死去した。こうして、本家の家督を継いだ正勝は、翌年には、 松平忠明と入れ替わりで、氷山に違放された。なお、本家相続前の所領4万国は、長男の勝幸が集法した。勝幸も氷山に移されて、氷山神殿藩と称されたがほどなく亡くなり、医療は、正勝の養子となっていた、正長、正信兄弟に分割された。ところが年が経つにつれて、正勝は、養子の正長より、 実施の正さに譲りたいと格索し始めたため、これが、後のの9.6騒動の永遠となった。漢文11年10月開日、江戸柳原屋敷にて死去した。去年58。死後、本田氏は家督をめぐって2分して争うこととなった。ありがとうございます。